そのような本当の和の時間がやってきましたということで今週も元気に、えー、私パーソナリティードイギレッドがお届けしてまいりますねはい、えー、朝元気でしょうか皆さん今日もね東京から、えー、ドクター水素ボトル W.O.E ストの北条正平さんおはようございます、はい、おはようございます、えー、素晴らしい日曜日はい素晴らしいゲスト今週お迎えしております はい、ぐしけんンヨコさんです。ちょっとねー、<laughs> ちょっと違いますね。<laughs> あのよく言われてましたけど、はい、あの小学生の時は親戚と言っておりました。<laughs> あ、そうなんですね。はい。でも、えー、まあ、ね、同縁みたいなもんですよね。<laughs> 全然違う。<laughs> 全然違うんですか。僕今実はね、聞こうと今思ってたところなんですけど、あの同じでね、あのちょうどぐしけんンヨコさんがなんていう名前を覚えたのは小学生か中学生かとにかく名古屋だったんですよ。な、うん、まあね。 さんさどうしてもねあのアフロヘっていうか出てしまうんですけれども <laughs> 想像してしまうんですが具志堅達夫さんということでねお迎えしておりますが具志堅さんはあのい,いろいろなお仕事をされているように産む受けするんですけどおおよそプロフィール的に。 <な>はい、にわっている方なんですか、はい。はい、改めまして、はい、えっと株式会社 A.K. インターナショナルのぐしけんたつおと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ますえっと私ですね、えっ、ー、と二十代前半からですね、まあ修行というかそういった中から飲食店、まあ飲み屋さんなんですけど、まあそこに入りまして、まあ今那覇浦ラス技能湾で六店舗ほどですかね。とまた今期から えっと、モリンガの授業を始めておるという感じでございます。はい、すごいです。すごいですね。その。いや、実はですね。うん。で、あの、この、えー、具志堅さんが大いにこ関係されているモリンガの件で。私はもうすっとんきょんな話したわけですよ。話してもらったんですよ。モリンガとは。ラジオをお聴きの皆さんに。に モ土井さんももちろんモギンガはご存知ちょっと勉強させていいただいてますあ世界で一番栄養価が高いといわれておりましてまあ原産国主な原産国であります東南アジア近辺ではですね、えー、ミラクルトゥリー木ですねミラクル奇跡の木と呼ばれるぐらい栄養価がすごく高く注目されてる、まあ、スーパーフードと言ってよろしいんですかね。うん あらゆる、まあ、聞くって言っていいのか分からないんですが、はい、スーパーフーパフドでございますこのモリンガの背景というかあのいつぐらいからあれなんですかその人の体にとってもいいっていうようなんていうのは結構な昔からではあるんですか、えー なんか横聞くんですよね私自身も最初に僕がきっかけではないんで今回は今回は、えー、とこの時業役員で入ってるんですが、うん、また別の役員の方が、えー、実際、まあ、フィリピンのセブ島で授業をまず20年近くやっておりましてそういった中からフィリピンで、えー、とちょっとこういう、まあ、体にいいぞっていう植物があるっていう中からのがきっかけでした。うんうん、で実際、えー、と10何年前頃からえっ、ー、とまあ 事業を起ここそううとということでやりつつのなかなか形に残らな,い、えー、ならないというところと、まあ、一時期、えー、コロナ前まではちょっとまだ、ねえー、何回かコンテナ入れるとか,とかあったんですが、まあ、ちょっとコロナに入りましてちょっと頓挫したというかちょっとまあ取引先とのっていう流れで。 もう20年ぐらい前から言われているのと、まあ、実際、注目されているのはもう10年近くはなっているような日本では気がします、はい、は<ー>ただ大きくやっているところがまだ少ないというイメージではありますね。はい、なるほどですね。あの本、ー、当素朴な疑問なんですけどねこれもラジオにお聞きの皆さんであ知ってるよとかね飲んでるよという方もいらっしゃるかもしれないんですけど改めてお聞きしたいんですがその木の,木の実を何ですか食べる 今実はこのねラジオを聞きのめ皆さん目の前にあるんですがこれは <laughs> お茶っ葉そうですねえっと、えっと、まあ葉っぱですねで実際あのー、まあいろいろ製品、まあ、いろんな加工法ともあるんですがうちの場合はもう葉っぱのみを使用しております今回このボリン、えー、パウダーの方は、えー、厳選した葉っぱのみを利用してあ葉っぱを粉にするんですねはいそうですね粉にしてそれを お,お水なんか,にか今回は溶かすはい溶かして飲んでいただければというところでまあ茎を利用するところもあるとは思うんですけど、えー、えっと今回うちはもう葉っぱのみっていうところで、えー、っとこだわってっていうところで一、はい、<ー>本の木,木っていうかまあから取れるおリンガの量がすごく減っちゃうらしいんですよ減っちゃうその分茎使わないから。はい みんな簡単に言うとかさましで使う場合がよくあるらしいんですよね。<laughs> なるほどですね。だからそこがそういうところにこだわり抜いてるっていうことで、まあ、他社はともかくあのこだわられているのとそれからあとは午前中で取れたアモリンガだけです,、ね、ですよね発酵が早いというところもありまして早い段階で処理っていうところででもやっぱり酸化しないってことにつながるのでいいんじゃないですかね午前中だけっていううに厳選するっていうのは。 そういういいいいいととこころにななななって先生んんかお詳しいいやいやなことないです、ねはい、でも私も毎日今飲ませていただいていてんなんとですね体重が落ちてきてきいるんですね <laughs> これで痩せたら私ちょっともうみんなに自慢してやろうと思ってですけどっなんかそういえばちょっとちっちゃくなったよな <laughs> そうそうみたいなベルトがね私史上今最高に細くなって、まあ、私史上というかこの3年間ぐらいの中で一番細くなってきているのでこのまま落ちないかなと思って楽しみにしてるんですよ ダイエットにも十分効く確かにね野菜を取るのはいいことじゃないですか、うん、それがそのいろんな種類の野菜がの成分がね入っているのでそういう意味ではね<あ>僕の、ね、よく最近言ってるのはね飲むサラダって言ってるんですよこれ、はい、の 何ですかそのデトックス的な役割なんですかね野菜だから,だから繊維も多いので繊維質も多いから当然おなあの腸を掃除してくれるっていう役割がありますからねこれ健康第一健康とですねやっぱりちょっと食料何のところとかでは、まあ、そういった補助っていう的なものというか、はい、うんは食料に使われているようなっていうところもあるとは聞いておりますいいですねこれちなみになんですけどね あのーまあ、一般的に手の届くあす,すごく高級なものなんですか素人はバンバン聞いちゃいますよ。まあ他社製品よりか多少高いのかなっていう気がしないでもないんですが、まあ、それでもですねやっぱりあの好評でございますこだわって作られてますから、はい、当然一本の木から取れるその葉っぱの量が減るわけですから<ー>、はい、当然。 お値段的には上がるんですけど、はい、その分成分がすごくいいのでう、うん、そういう意味では僕は高いとは感じないですけどね、はい、やっぱりあの、はい、値段だけで見るとそうなる,取るかもしれないんですけどそれでも全然みんな購入していただけるっていうところが好評でもありますんで素晴らしいですねタブレットみたいな じゃはなくて本当にパウダーのみをスティックパウダースティックパウダーああよくねはいと一本スティックシュガーみたいなそんな感じですねああなるほどはいラジオラジオ機の皆さんにちょっと見えなくて恐縮ですが なんですよ,よくある、えー、1 0ンチぐらいかなね縦ね、えー、それぐらいの、えー、ちょっと包装、えー、紙という紙じゃないんですけどね、えー、とパッケージに入ったものでそこにぎっしりとその良質な、えー、午前中のみ採取というか取った、えー、モリンガの葉っぱのみを加工して、えー、お水とかさゆ ですかね、うん、溶かして、お水的に、はい、溶けます。こう、今ね、実は目の前に、あるので、解説しますと。え普通のペットボトルのお水に、これ、たぶそのまま、これ、ね。一本入れて、わしゃわしゃっと振って、溶けるわけですね。うん、これを、だ、どうですか、い、一日一本ぐらいな。まあ、一本ないし、二本というところです。おお。私飲んだ感じはね、あの、他のモリンガより飲みやすいですね。あの。美味しい。はい。 おい,すおいしいんで,すよいでも今ねお聞きするとそのな,なんで「5年中」っていうのもまだ正直あるんですけどそのいいところだけ葉っぱだけをっていうだけでそのね質の高さを感じますよね。先日え先月かあ今月かね、えー、とっと長野の方で、えー、とちょっと洋画のイベントっていうところもちょっと出店させていただいたんですがやはりちょっともりがもうよく飲んでる方多かったですけどその中でも。 まあどうですかっていうところとシーンもさせてもらったんですけどやっぱり飲んでいただいて飲みやすいとか、まあ、そういった声というのはやっぱりすごくそういえば今あの思いついたっていうかその気がついたんですけどあの取るじゃないですかで結局午前中にこだわって取られるっていうのは酸化を防ぐためだと思うんですけど、はい、酸化を防ぐっていうことでいえばうちのボトルのお水水素水を。 例えばリンゴににいいいた後かかかけとくとくなかなかくならなななな黒黒らんんんですよ黒ずんでこないんですすよよずこつまり酸化を抑えられるんで<ー>採取した後の葉っぱにバーってミストのスプレーあるじゃないですか、はい、あれを使って水素をバーってかけるといいと思いますそしたら酸化が進まないので新鮮な状態で粉に持ってって皆さんのお手元に届くものも非常にそのなんていうかフレッシュな状態に近い、うん パウダーになります。ありがとうございます。はい、あのちゃんと伝えます。はい、まあ。そうですね。そうですね。その方がいいです。絶対。なかなかどうして深いですよね。はい、あのー、よくね、まあ健康食品とかいろいろね、いろんなものが出てますけど、この深みとそのから何ですかこのあちなみにごめんなさい気になったんですよ。私もねあの先週先週からあの放送を聞いた方から、はい、あのまあドクター水素ボトル大ファンの ちょっと、あのー、女性なんですけど、はい、どこで買えるの、はい、ちょっと年配の方だったらね、はい、そうすると、あそこなんですね、買える場所は。インスタとか、ちょっとね、扱いづらい年代の方なんかに、実際、あの実店舗でですね、はい、あのうちのグループであります、宜野湾市益城があります、えーと、琉球ヒートという焼き肉店でですね店頭で販売しておりますので、ぜひ。 お買いもってめえいただければと思います琉球糸さんは今日夜営業だと思うんですけど、夜だけですかやっぱり？いや、三時から午後三時から。はいはいはい。じゃあね、夕飯のお買い物ついでなのか、あのまあモリンガ買ってから食べて帰るのかね。美味しいね。本当にほどちゃんでもよく当りごしをなって美味しいよ。ね、あのこの前上谷さんもおっしゃってましたけど、二日酔いしなくなるって言いますもんね。そうですね。あのまあこれで飲む前に飲むのもいい。 よろしいですし、やっぱり飲んでる際にですね、割り割り物としてっていうか、あ割り物でね、もう結構効くんじゃないですか。はい。モリンガサワーみたいなとか、私も真っ先にサワー大好きなんで、あのソーダチューハイね、少々とあのででこうちょっちょね入れちゃう、入れちゃうわけですね。一本ね。まあ飲みすぎるのもどうかなんですかね。 <laughs> まあ結構これでもの味邪魔しないかもしれないですねいや本当にあの、はい、すごく飲みやすいから普通のね青汁とかなんかの比べたら全然飲みやすいですよねそうそうこれねラジオ木の目さんあのー、すごく見た目はですよこの水にペットボトルに今透明のね入ってます目の前にね、えー、見た目はすごい深みというか要はもうお茶っ葉のこういうイメージなんですよ苦味はあんまりとい,いうことははい全くないです、はい、少ないと思います、うん 苦くないです苦いっていうよりはもうんかこうすごい飲みやすい喉越しがいいです青汁って正直苦いですもんね正直ねもともと CM がね「めずいもう一杯」って CM があったぐらいねそうだそうだねだからそもそもやっぱり体のためだから我慢して飲むみたいなところありましたけどこれは本当に飲みやすい我慢はいらず。 えー、ましの、琉球ね、琉球のカタカナヒートを検索するとね、場所とかも出てきますからね、はい、はい、あの、ぜひ気になるなっていう方、電話も出てますから、午後三時以降はね、えー、お電話、夜遅くまで通じると思いますので、<laughs> なんか気になった方はね、はい、はい、あのー、お電話していただいて、あ、一応でも定休日って終わりでしたっけはい、<で>い大丈夫ですねはい。うん ということですラジオ、機の皆さんがこの、ね、素晴らしいモリンガ、ねえー、具志堅達夫さんが、ね、手がけておりますモリンガで世界を健康にとなっていますが、えー、一旦ちょっと頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号033527 一一。はい、嘘のような本当の輪ということでね、今週、日曜日も元気にお届けしておりますが、ドクター水素ボトルの、えー、北条さんとね、ね今週は具志堅達夫さんね、ね株式会社 AK インターナショナルっていうところで働いていらっしゃいますけれども、まあ、モリンガですよ、皆さん。 カカタカナで、ね、あの聞いたことあるよっていう方は、まあ、どんな風にやっぱりいいんだろうなと思うとまずやっぱり、ね、お話を伺ってますとこう飲みやすいイコールつ、まあ、くないでしょうね苦い飲み物もありますからで日常これを、まあうん、1本ないし2本とか継続的に、ね、おからでに入れていただくことで。 ね、さんや痩せる痩せる、まあ、断言しちゃいけないのかわかんないですけど、うんね、やっぱり腸内環境を整えてデトックス的な効果をというねお野菜って思うと僕はそこがすごくやっぱり気になりますねや痩せるっていう言い方するとあれなんですけど体がスムーズにこう回っていくんじゃないですかいい栄養素が入ることによってね<ー>そして例えば水素と組み合わせたら末梢にちゃんと届いてくれるようになるんでいい栄養素は 水素で血流を良くしといて取り込めば吸収が早くなるので、それもありなんですよ。水素吸いながら飲んでいくってもありです。っです思い切り,りです。で水素吸いも仕上げに飲んじゃうみたいな、はい、こうこれ沖縄でやばさよ。すごいですね。 あのこれ、なんていうんでしょう、もちろん治る、よくなるなんて言い方じゃないんでしょうけど、選手もね、ちょっとあのほら、未病って言って、最近ね、腸内科学の先生とか来てくださって、私もつくづく思ったんですけど、なってからね慌てて、病院、これ、今までの常識的なところあるじゃないですか。だけど、いやいや、それはならない方がいいですよね、健康の方がね、と思うと、う普段からまあいろんなね、薬局行ったりすると、タブレットって、いろんな種類売ってますけど、 これモリンがいいですね。い<や>ねいいと思います以前出ていただいた中島先生ってね腸、うん、内環境のお話をしていただいたんですけども、うん、その先生にね「あの補助さんカツ丼好きでカツ丼カツカレー食べてもいいけど、うん、その前に野菜しっかり食べてね」ってこの前言われたんですよだからそれこ,そ,れこそねモリンがしっかり飲んで野菜入れときながらのカツカレー。 <laughs> カツ <laughs> カレーはやめないですね <laughs> もうカレーといえばカツカレーみたいな別にだから、ね、食べるその量的には変わってないんですけどその野菜をしっかり入れるとかモリンガをちゃんと毎日飲むとかってやってたらススス,スススって体重落ちてきたんですよ。あの結構あの 見た目がね、持ち歩きやすいと思うんであのまり忘れないのかなというところと、飲みやすさというところもポケットにポコって入れ、ね、このスティック1本入れとけば、はい、その日のうちどっか飲もうかなみたいなうで、ね、こんな感じで私も今日泊まってるホテルのペットボトルのお水にさっと入れてガチャガチャっとして出てきたっていう。いい <laughs> 確かにね、あのドクター水素ボトルの持ち運びの良さも時々ね、お話しするんですけどこれだってね、食前食後ってルールないから、うん、多分ねあっ<う>と思ったらね、うん、もういい栄養素を取るって考え方ですからねあー素晴らしいね、うん、ここれから流行りますねはい<ん>もう僕も酒の席でもパッと <laughs> <laughs> どうぞいう,うと 土井さんもらってましたね <laughs> え、これいいんですかこんなにって、もうありがとうございますこれね写真撮ってあれしないと。しへ <laughs> えー、なるほどこれ、でもご自身も具志さんご自身も、実際、はい、でもこの、もう商品化されてっていうのは間もないですよね、まだねそうですね、はい、まだ、ね、間もないんではい。はい、ただもう、えっ、ー、と、まあ試作品というか、はい、そういったものからはまあ飲み続けてはいるんで、はい、はい、あのー、しっかり元気になっております <laughs> ご、はい、自身もそのななんかこうね夜の世界で汚れた心とは言いませんが <laughs> <laughs> あのー、僕はちょっと睡眠がいいはいよくいいよくだったかなっていう気がしますね。あのやっぱり、あのー、どうしてもあの僕お酒飲む席が多いというか、ね、付き合いが多いんでまあ 飲まないと眠れないというのはおかしな話なんですけど飲んでない日は眠りがちょっと浅いのかなというか眠れないのかなというところだったんですが、まあ、パッて眠れるような、うんまあ、ギャバのようなものなかなとかまあちょっとああギャバね、はい、なるほど本来で言ったらお酒で飲んで眠る眠りって浅いんですところがギャバとか入ってしっかりこう体を休めようとか、まあ、例えば水素も吸っていただいてるから。うん そうすると深く眠るっていうようなことにもつながるので、はい、そっちの方が良さそうですねうーもうモニングがいいんじゃないですかギャははいあの僕、まあ、同い年ぐらいの、まあ、友人とかに配った際やっぱりちょっと眠りがよくなったのかなっていう話はまず最初に分かりやすいのかもしれないですけどそこにはやっぱりみんなん悩みっていうか、まあ、そういったところもあるんではい効果的なのかなっていうところ もう普段からね、私もあのー、ち,ちっとも体悪くないのにもう水素1になってくださった方がでも一番先に言いますやっぱりで中にはねちょっと汗かくようになったとかって,言って要はよくね水素ボトルで代謝が上がっていいじゃないですけどこれ、うん、はでもその効果もやっぱりギャバっていうのであったりとか何も、うん、こう本当にデトックス効果をこのこの青さで感じますね、うん、はい。ね んまあ、本当水素はいいものと組み合わせれば相乗効果が出るんで、うんはい、その成分がすごくより強く働くっていうかっていうことがありますからもう全然水素とぜひ組み合わせていただいてもうねすごい気に入っちゃってるんですよこのモリンガ<ー><う>しっかりモリンガが爪の先まで行くように<ー> <laughs> なるほどなるほどねはいというわけで一旦また CM 入りましょうね頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号0335272211 はいそのような、本当の、あっていうことでね、なんか私も信じられないけど、も信じてるんですよ、もうすでに、嘘そ、んなって、やっぱりベルトのね、穴一つ <laughs>、気になるんですけど、ちょいちょいやっぱね、薬局行くと、あの、あれじゃないですか、よく大きいドラッグストア行くとね、もう嬉しそうに、こう、何にどうっていう、あなたにはみたいな、こうオレンジ色した、なんとか、D なんとかみたいな会社のやつがいっぱい売ってるんですけど、<laughs> あのー、なんていうんですかね、しっくりくるのか、来ないか分かんない、正直。 ねえど,どうですか、そういったご経験いあの私の,そのし、まあ、知り合いに友達にです、ね、あのその方の DNA を解析してであなたはこの成分の栄養素を取るべきですっていうこう解析して出してくれるんです、15個もぐらいで。それで私も自分自身の体のデータを見たんですけど、そしたら。 あのこの成分とってくださいあの成分とってくださいって、まあ、6種類か7種類書いてあるんですけどこれって一体どこでその取ることができるんだって言って調べネットで調べ始めたわけですよカツカレーではなかったかカカツレー,カレーはね豚が入ってるから B6B12 <laughs> は入ってるんですけど <laughs> 実はね <laughs> 豚,あの豚がでそういうのも含めてああ豚肉やっぱしっかり取った方がいい牛より私は豚の方が必要なんだなってことも分かったんですよ そうやって調べていく中であ,じゃあバナナ1日1本食わなきゃいけないなとかっていうふうに調べてってその6種類調べてその書き出してたわけですよそしてモリンガのその説明をあの教えていただいて具志堅さんから教えていただいて見たら全部その成分入ってるんですよすごいなんかこれ何みたいなものまで入ってるんですよねだからさすがスーパーフードで120種類以上の 栄養素が一発で取れるるっって言って言だけのことはあるなっていうだから<お>もういらないんですよ、ねそれまあ、いらないって言ったら語弊があるかもしれないけどいろんな栄養素がたくさん同時に取れてしまうっていうのは皆さんがねあんまり気にしないでとっても例えば目のためにはルテインがいいとか言いますけどもちろんそれはその通りなんでしょうけれども一つでいろんなことが満たされていくようなその量もすごい入ってるっていう面白い。 あの入ってるっていうだけじゃなくて量も多いんですよね。まあちょっと久々にじゃあ言っておきましょうか。はい、せーの、うっそー <laughs> っていうぐらいすごいですね。本当の話ですと <laughs> ね、成分表ちゃんと出てまあでもまあそれにつけてもやっぱりギノアンシマクシ琉球ヒートさんに行かないとね、これ豚も。 もうめちゃめちゃ美味しいですし。豚、豚、うまいですね,ね。はい、豚。サム,サ,ね、サムギョプサル。サムギョプサルもう噛みになる、最近上手に言えるようになったんですけどみたいな、このね。琉球ヒートさんに行ってみて、ね、美味しいお肉もなんですけど。こうね、モリンガ、ご購入を、ね、ぜひ皆さんにお勧めしたいなと。思っておりますが、ね、最後にちょっと、おしえさん、一言何か,ありますか。はい、ええー、すべ、はい、ての方にですね。うん、モリンガを飲んでいただきたいなと思います。で、ちなみに製品名は。 アアリリリンンンンガガガガモモででございいますす、はい、大事です皆ささんメモ取ってくださいねぜひぜひインスタグラムとかでもねびっしりとアリンガモリンガで出てますからというわけでねはい、えー、今週もね素敵なお話、えー、お届けしましたが、えー、ドクター世相泊所の本田さんありがとうございますありがとうございましたはいそれからアリンガモリンガの具志堅達夫さんありがとうございますありがとうございました